ワッツアップ YouTube、 どうも、ソロシュミュージックです。はい、ということで本日なんですが、以前動画でも紹介いたしましたナイキとオフホワイトのコラボモデルが海外のナイキ公式ホームページでも発表されましたので、それを紹介したいなと思います。今年の初め頃から注目を集めているナイキとオフホワイトのコラボモデル、ザ・テンと称して公式ホームページでも紹介され、今年9月に世界4都市で5つのモデルが先行発売されます。ニューヨークでは9月9日から13日、ロンドンは9月18日から22日、ミラノは9月21日から25日、パリは9月26日から30日に先行発売予定、そしてフルコレクションのグローバルローンチは11月予定。ナイキラボストアと世界中の一部の店舗で発売となります。発表されたラインナップはナイキエアジョーダン1レトロハイ OG、 ナイキブレーザー、ナイキエアブレスト、ナイキエアマックス90、ナイキエアベイパーマックス、ナイキエアフォース1、ナイキハイパーダンク、ナイキズームベイパーフライ、コンバースチャックテイラー、ナイキエアマックス97、以上10足の展開となります。まあ、個人的にはですね、以前からリークがあったブラックのエアフォース1がないのがですね、ちょっと残念です。まあ、これまでにもですね、いろいろリークはあったんですが、チャックテイラーが入っているのはですね、ちょっとびっくりしました。今のところ日本での発売はまだわからないんですが、チャックテイラーが入っているあたりを見るとですね、もし日本での発売があったとしても、まあ、10足全てのリリースはなさそうですね。ご覧いただいている皆様でこの10足の中で欲しいと思うモデルはありますか？もしあればぜひコメント欄の方にお願いいたします。以前マイベストキックスにも出演していただきましたソートさんのブログでですね、海外の販売店舗の情報をまとめたページがありまして、それを含めたリソースを全て動画説明欄の方にまとめておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。で、AJ1 に関してなんですが、まあ、海外の YouTuber なのかなではあるんですけども、開封動画がですね、まあ、YouTube に上がっておりまして、そのリンクもですね、あの動画説明欄の方に貼っておりますので、チェックよろしくお願いいたします。まあ、実際のその AJ1 が映像でわかるので結構わかりやすいんじゃないかなと思います。で、この動画を見て思ったのがですね、ボックスがですね、AJ シリーズの箱をですね、逆にしたような形になっていて面白いなと思ったんですが、AJ1 の箱じゃないんだなっていうのはちょっと気になりました。今のところナイキの公式 Twitter では日本での販売は否定しているんですが、まあ、もし日本で発売されることになれば、競争率はやばそうっすよね。まあ、もし日本で発売されることになればですね、僕も狙います。はい、ということで本日は、ナイキオフホワイトザ・テンについて。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、僕自身ですね、オフホワイトのアパレルに関してはもう一つも持ってないのでちょっとあれなんですけども、ただ今回のこのコラボモデルに関してはですね、ちょっと欲しいっす。まあ、ちなみに今回のですね、10足のモデルの中で欲しいと思っているのは、まあ、AJ1 はもちろんなんですけども、あとエアフォース1と、あとはベイパーマックス、この3足はですね、日本で発売されれば、まあ、全部はちょっといけないかもしれないんですけども、あのちょっと欲しいなと思っております。まあ、今出てるですね、情報の AJ1 の価格はですね、190ドルと、まあ、日本での価格がまあどれぐらいになるかっていうのは、ちょっとまあ大体2万前後ぐらいになるかなとは思うんですが、ちょっと安いなとは思うんですけども、まあどうですかね、まあ、競争率はすごそうなんですが、ちょっと狙いたいですね。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. Bye bye. 3.26 Any air max on your feet. Get the air, get the max. Show me what you got. Air max, 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 air